お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事で不甲斐、女とガキを殺せ、撃ち殺せ。見えるか、桐生一馬君。つい今しがた大道士稔先生が亡くなられたと知らせがあってな。誰だあんたは。私は政治家としてのいろはをすべて大道寺先生に教えられたものだ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。養護施設のことを気にかけているんだって。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思、それさえ示してくれればいいんだ。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと？自分が何を言ってるのか分かっているのか？舐めるなよ。命が惜しくないのか？場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。いろいろ調べたんだろ。俺を本気で怒らせたらどうなるか試してみるか。なら貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる？死んでやるよ。何？あんたの力でこの病院で発行した死亡届を作ってくれ。そうしたら俺は一生消え続けてやる。